続いて描いた最後、下へ添え書きの後に捺印を貼り付ける機能の説明をします。ツールボックスの編集加工文字下の左から2番目の印というアイコンをクリックします。捺印入力画面が出ます。まず、名字の上の文字を入力します。続いて下の文字を入力します。入力後、女性の場合は、印角丸文字の横のマスのチェックを入れて、印章ボタンをクリックして、OK を押しますと、丸い印が出来上がりますので、両サイドどこでもいいですので、好きなところでクリックします。やり直したい場合は、保存印刷の文字下の2番目の右側のアイコンをクリックして戻します。さらに、印をクリックして、四角い印の場合はチェックを外して、印章ボタンをクリックして、OK をクリックして、四角い捺印が出来上がります。さらに、大きい文字の場合は、隣の印台をクリックして、大きくもできます。さらに、オリジナルであらかじめ作った印は画像データのボタンをクリックして保存されている場所から選択して押してこのように貼り付けることもできます。以上、描いた最後、下へ添え書きの後に捺印を貼り付ける説明をしました。